もうエルマルにも戻れないね。そうだね、歯止めが。おお、男らしい。うん、だからゼロワンの家来て次の恋へ上がったよね。まさしく上がりに上がったよね。大きくいらしい。それはゼロワンの家に来てめちゃめちゃね、下がった人もいるけど大抵上がってるからね。そうだね、株が。組長がちょっと気の毒だね、一番番だからね。さっき不動産屋で言いましたけどね、ちょうどよかったよ。確かに、うん、もうやばかったから。すごかったよ、出てってくれぐらい言われたから、うん、不動産屋さん怒ってた。アイコもリスは剥奪されて何しに来たんだろうね。でもアイコ5000浮いたっていう景気で帰ってったよ。うん、閲覧5000円を伝説の閲覧を叩き出して帰ってったな。そう、いやアイコは閲覧持ってるって言えばね、アイコ調子なんちゃうけど。すごいよね、アイコ。あれそうだった、スバネより持ってる。なかなか5000っていかないよ。いかないよね、すごかったね。滅ばしときね、滅ば。寂しくなるな。今度はあの彼女連れてくるよ。彼女連れて、うん、分かんないけどね、本当かどうか ね。やっぱ失恋はね、やっぱ女であれするしかないし、ね、次の女にね。ゼロは恋しないの？恋はしない、もうやめた。うん、恋しないって、うん、リスナーさんと恋しようかな。あ、いいね。俺は来ないからね、パルみたいに。いやいや、来るでしょ。やっぱ1000人も来れば来るよ。来ないよ、いないよ。だからゼロワンさんの家事したいですとか来ない。いない、いない、全く来ない。そう、残念なことに。好きだよとか応援してますぐらいはあるけど、取ってあげて。好きだよとか。やっぱ年上だと、年下だとどっちがいいの？まあ年上、まあ年下でもいいけど。年上の方が楽か。うん。花火ありがとう。どっち？電気をつけます。あります。あ、ありがとうね。ありがとう。ご飯作ろうかだって奈々ちゃんが。来てくれる？ハーレムしちゃいいんだよ。1対3とか1対5でいいんじゃない。1対5、最強、めっちゃいいよ。最高だね。1対5。ツバニャンブチギレなんで引っ越しないよ俺は。まあ住んで1ヶ月だからね。1ヶ月で注意されてた不動産さんに、うん、出ていけぐらいの。もうあれ布団捨てようかな。あ、うん、ツバニャンが使ってた布団なんかシミがついてるんだよ。血もね、なんか血と シミがあれ絶対あのオナニーしてた。ああ、バイブポツンとあったもんね、うん、それ使ったかもしれないね。バイブの位置がおかしかったもん、うん、触ってないもん。移動されてたから。クローゼットにしまったやつが出てきてた。そうなの、うん、やってるんじゃない。あの布団捨てなきゃね。いや、女の子の日とかじゃないよ、血は。あのリストカットだね。あー、リスカしたやつ。布団の上でリスカした。あー、布団弁償してもらえば。まあいいや、捨てるよ。捨てる。うん、高かったんじゃない？5000円とか。5000円だ。あー、高い。もう朝日奈とかもうなんか醜い別れた女にディスられるって。やっぱブーちゃんが一番良かったわ。いい子だね。あ、悪口言わないからね。自分で頑張ってやってるもんね、放送。うん、格が違うね。やっぱりブーちゃん嫌いじゃない。ドローン買ってくれたよ。2セットね。1万円払ってありがたいよね。春2号でいいですか？お、いいんじゃないです。パル2号、あ、ナナちゃん、ナナちゃん自己紹介して。
でとかね、映画のよう絵になってる。旅したいね、車でゼロワンの運転で。本当？うん、したい。普通に。じゃあ福岡釣りだったら旅しよう。本当？うん。どこまで旅する？どこまで？じゃあ47都道府県旅する？うん。だからパルが誘われたとこに俺が車で行くみたいな。お互いになんか出会い中とか遊ぼうって言ったこのとこに行くみたいな。出会い中。開いてもいいね、一つの件で。二人とも彼女できたらゴールで。あ、いいね、途方もない旅に行った。そう、途方もない。あのね、名古屋駅まで、うん、まさか送ってくれるとは。昨日と今日だからさ、しんどいと思う。近いよ。いやいや、遠いから。俺大阪まで通ったんだ。1日に2回行ったんだっけ。うん、いや、すごいな。3日連続ね。それでも思いが伝わらなくて、エセアカとパコパコしてるし一緒にホテルいたらしいね。パコ残酷だよ。残酷すぎて。ゴミ女だ。で、さらにディスリム入れて。あ、ボロ雑巾には使われてるよな。トラック野郎なの。へぇ、しなかったってのが。長期にじゃあできるってことか。パル、福岡行くよ。福岡行く。福岡のリスナーさんいたらね、駅でお迎えしてあげてください。犯罪率ナンバーワンらしいから。犯罪率、あーなんか言ってたじゃん、最近3日前ぐらいに脳みそぐちゃぐちゃ事件があったらしいよ。逆だ、なんかね、素人同士の喧嘩で男と脳みそがぐちゃぐちゃに出たらしい。 なんか 鉄かなんかで、ね、殴り続けたんだ、頭を。うん、福岡でやべえな。やばい、俺一番やばいよ、これ出そうだろ。焦って外出ないわ、怖くて。まあでも、パルなんかあってもごめんなさいって謝るから大丈夫。プライドないからね。うん、プライド持つとね、命に関わっちゃうから。映画できそうだけどね。栄はメタ出しだもんね、確か。ああ、女性がね。あ、そうだね。あ、そうだったっけ。ホストをメタ出しにして。ああ、あれか。で、笑いながら電話してた。ああ、えぐいですね。ちなみに日本で一番凶悪事件は名古屋らしいよ。そう。名古屋のアベック事件。何それ。女子高校生を拉致って強姦して、で、性的ないじめして、コンクリート詰めて、やめて、みたいな。男、それ何人だよ。もう、大人数で。大人数で、5、6人ぐらいいたんじゃなかった。名古屋アベックスで、確か。違ったかな。怖いわ。それとかさ、押し入れにずっと監禁してさ、もう足が伸ばせなくなるぐらい2年ぐらい監禁して、1日カップラーメン1個。一応ご飯くれたんだ。凶悪事件って本当あるからね。名古屋なんすよ。それどっかは分かんないけど。死ねばいいのにな、そいつ。そういうやつ。あ、アベック事件違ったわ。また違うわ。あの、美容室の男女2人、カップル2人を拉致って、うん、で、6人ぐらいの男たちが、うん、その女の子片方を交換して男殺しちゃって、うん、その女の子を監禁していろいろして、うん、バラバラにしたんだけど、もう怖い怖い。そっちか。頭おかしいよ。人間って怖い。で、ワンちゃん愛子にバラバラした。包丁で行ったからね、彼女刺して私も死んでやろうと思って。殺意があったと自白してるから。危ねえよ。
いや、調べたんだよ、凶悪事件って。そしたら、名古屋のアベック事件だね。